さてサークルオブサークルのコーナーです。今日はスポーツファクトリー代表の小林太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー残念でしたねでしたね。最後第17回静岡市長対抗駅伝最後に最後にですね、アンカーがね本当にデッドヒートだったんですけども、はい、まあ1位はですね、あの第9中継地点ぐらいからちょっと浜松市西武が追い上げてきまして、結局第1位は浜松市西武、はい、西武おめでとうございます、はい、そして第2位はずっとね静岡 A ゼッケンナンバー13番が頑張り続けて1位もね、そうですね、来てますから準優勝間違いないと私はちょっと思っていたんですけども最後のトラックで、はい、草薙陸上競技場御殿場チームが追い上げすごくてすごかった。ラスト 200m ですね、狙ってましたねあれはね。おそらく御殿場市が準優勝、はい、そして浜松市北部が頑張りまして3位、はい、そして静岡市、静岡 A チームは4位でしたね。頑張りましたけどね、まあ最後やっぱりちょっと疲れてしまいましたね。いやいやいやちょっとなんかショックを受けておりますはい、そう、実はね昨日も僕は夕方駿府城公園のあたり行ったら、はい、お堀の周りを、おそらく選手であろう、ね、若い皆さんが、うん、小学生ですか中学生ですかね、そうですよ、小学生から走ってますからね。そしてあとこの駅伝の話だと、はい、第5中継地点が聖能運さんになってるんですけども、聖能運さんのドライバーさんにお話を聞いたらですね、はい、この大会に合わせて駐車場の穴ぼこを埋めると、わありがたいことですよね、ということで、そういうね地域の方の バックアップもあってバックアップがあってことですよね、はい、こういう大会の運営ができているようですね。そうです、静岡市静岡 A チームね、11歳からね、43歳の方まで本当にねいいチームワークで頑張っていただきましたけども、また来年に向けて、そうです ね、ここまで来れたんだから、はい、来年は優勝とか準、ね、優勝を、ね、目指して、この悔しさを、そうです、この悔しさをバネにするということですね。もう静岡市民として非常に私も悔しいですそして13位頑張りました、静岡 B チーム、はい、ゼッケン番号14番、はい、そしてゼッケン番号12番、清水15位、はい、15位、はい、はい、まあでも静岡本当ね健闘しましたね。そうですね、はい、まあ、これ毎年あることなので楽しませていただきました。来年に向けて頑張りましょう、頑張りましょう。さあさて今回の今年最後のねご出演になると思うんですが、はい、今日はどんな話題でしょうか。はい、まず前半は、先月もお伝えした、スポーツトリップ徳島に行ってきたので、その話をちょっとしようかなと思います。エスパルスの応援に多くの方がね、徳島のスタジアム、なんて言うんでしたっけ、ポカリスエットスタジアムですね、ポカリスエットスタジアムにね、はい、出かけまして、もう小林さんも横断幕を持ち、はい、行ってきましたね。僕も4000人の中の一人になって、ね、気迫総力玉際、はい、の旗を持ってね行ってきました。行ってきましたね。その気持ちが、はい、エスパルスの選手たちに通じたんでしょうね。サポーターの皆さんのね力もあって、いやサポーターの力本当すごかったですね。はあ、そうですか、はい、サポーターの皆さんは通常ゴール裏に集結団結して応援してるんですけれども、僕はバックスタンドの方で見てたんですね、はい、なので試合の様子もサポーターの様子も両方見れるところに座っていたんですけれども、とにかくアイスタでする応援とはまたちょっと違う、魂が本当に入っているかと思いますね、うん、そういう応援で間違いなくあれは選手の背中を押したなという素晴らしい応援でした。アウェイでのね、まあ、戦いなり、そしてJ2 から J1 に復帰できるかというね、そういった本当になんていうのか歴史に残る試合でしたからね。そうですね、ここで行かずにいつ行くのかということで行ってきたんですけれども、はい、まあ試合の様子とかはねもう各メディア、テレビ、新聞などで報道されているので、まあ、リスナーさんもご存知であろうということなので、はい、今回はそのスポーツトリップの方にちょっと焦点を当てて話を進めていこうかなと思います。スポーツを観戦しながら旅を楽しむスポーツトリップ in、はい、徳島でしょうか。そうですね
まあ、徳島までは近くて遠いですねなかなか、はい、私もですねうどんが好きで、はいはい、もう麺が好きですのでうどんを食べに車で8時間、8時間ですか、あ7時間だったかな、はい、そうですね、香川県までが8時間でしたから徳島まででしたら7時間ぐらい、そうですね、はい、僕は朝7時17分の新幹線で新神戸まで行って、そこからレンタカーで、淡路島を抜け鳴門海峡を越えでスタジアムのある鳴門市まで約5時間近くですかねかかりましたね。新幹線を使ってもそのぐらいかかるんですもんね。はい、さあそしてスポーツトリップ、お楽しみはグルメであったりとか、そう徳島ラーメン食べに来てくださいよということで、はい、確か白黒黄色ってあるんですよね、黄色ですね、はい、先月の放送で相川さんに教えていただいたんですけども、はい、ぜひぜひ、僕も Google で調べて行ったんですね。そうしたらお店の前にエスパルスのサポーター20人ぐらい行列で、オレンジ、オレンジ着てますあともう雰囲気醸し出す雰囲気で分かります、福島がオレンジ色になってたんだ、はい、なんかこれはあかんと、これじゃ試合まで間に合わないということで、また別のお店に行って、お店に行って楽しんできたりとか、あとは観光もありますよね、はい、徳島といえば渦潮ですね。行きましたよ、私も鳴門海峡で行きましたか、はい、巻いてました、巻いてました、渦潮鳴門、焼津の鳴門でした。あそうですか僕は試合が終わった後に行ったので、ちょっとまあ暗闇の中でですね、暗闇のは見たことない鳴門大橋の下に歩けるようになってるんですね。怖いんですけどね、はい、あれでもねなかなかの醍醐味ですよ。そうですね、で下が透明のアクリルというか、はい、で渦潮を覗けるようになってるんですけども、そうアクリルね、はい、ちょっとこう足を入れると怖い感じがしますけど、はい、慣れればなんとかなります、はい、まあ、僕が行った時はあまり巻いていなくて干潮の時だったので、あそっか、川のように潮が一方方向に流れる、あ海はね行ったり来たりというようなところなんですけど、一方方向に川が流れるように流れてたので、それは面白いやっぱり現象でしたね。そうですね、時間によってなんですよね、その日によっていろいろみたいですよね、はい、干潮満潮でいろいろあるようなので、まあ、そういったところも楽しみながら行ってきました ね。徳島ラーメンは何色を食べたんですか。徳島ラーメンはそのお店はその色を書いてなかったんですよ。1種類しかなかったんで白と、ね、黒と黄色があるんですよ ね、はい、ね出汁の違いがあったりだとかね、どちらかというと、まあ、黒っぽい感じだったですかね、はい、そうですか、また行かなきゃですね。そうですね、その行列して諦めたところに今度行こうかなと思いますけれども、まあね、そんな感じで試合を見てきました、はい、で実は旗を2枚作っていってですね、もう一つは気迫総力玉際という旗、はい、もう1枚は、2017優勝争いというですね、これは昇格決めた後に掲げてきました。なるほど、持ってったわけですか。持ってきましたね、両方とも今日スタジオにも持ってきましたけれども、来年がまた楽しみですね、2017優勝争い、はい、エスパルスがね介入していきますよね。そうですね、まあ何を気を早い話をしてるんだと思われるリスナーさんもいるかもしれませんが、エスパルスが今年、はい、の初めにですね3カ年計画を出していて、ほうほう、今年は J1 復帰しますと、はい、もうこれもう目標達成しましたね。で2017年は優勝争いするとすごいいうことを言っているので、それを僕も、来年は2017優勝争いだよという旗を掲げてきました。このサポーターの皆さんの後押しで選手の皆さんもまた気合が入ったと思いますので、はい、きっとその波がまたオレンジウェーブがそうです、ね、この静岡市にですね動き始めていると思います。はい、まあ、そんな観戦もしながら、あとお土産もスポーツトリップは楽しみですよね。あお土産ね、本当徳島ですとか鳴門のあたりですね、鳴門市のあたりって美味しいものいっぱいあるんですよね。あります。鳴門といえば渦潮と鳴門お芋、鳴門金時、そうさつまいも、はい、あとは鳴門はわかめが有名なやつですね。そう、私も買ってきました、美味しい、美味しかったです。僕も乾燥わかめを買ってきてですね、鳴門の渦潮の塩がまぶしてあるんですよね、
なのでそれをほかほかのご飯にかけて。美味しいですよね。美味しかったですね。わかめもいいですよね。それからあの辺は淡路島なども近いですからね、はい、玉ねぎ関連食品も多かったんじゃないですか。多かったですね。玉ねぎ関連のお菓子であったりとかカレーだったりとか。僕お土産買ったのは淡路島のサービスエリアで、 あそこはねいいんですよ。私もね行った時には必ず寄ります、ね、そうですね。もうそれ試合が終わって帰り際だったんですけども、レジはここもエスパルスのサポーター渋滞で、オレンジ色のサポーターの皆さん本当に渋滞でした。ここも20人ぐらいレジ並んでたんじゃないですかね、もうでも今まではまあホームでこう一生懸命応援するっていうね、まあこういうのももちろんなんですけど、こういったねトリップしながらアウェイに行くっていうのもこれからのサポーターの楽しみとして皆さん味を占めたんじゃないですか。そうですね、まあ、熱心なサポーターはねこれまでもアウェイに行くという方多かったですけれども、まあ、今回は4000人で、ね、なかなか普段アウェイに行かないよという方もいて、はい、そういうスポーツを観戦しながらあのご当地のいろんな楽しみを、味わえるということを知った方も多いと思うので、また来年もね J1 復帰しますけれども、そういうスポーツトリップしながら行くとより楽しめるんじゃないかなというふうに思います ね。またスケジュールがね今度 J1 で見るわけですからね、はい、2月の末に、はい、J1 は来年開幕します。来年はアウェーも楽しみましょう、はい、スポーツトリップで、はい、そうですね。いや本当にね11月20日 J1 復帰できて本当に良かったですよね、はい、お疲れ様でした。行ってきました。ありがとうございます。さあそれでは1曲お届けしますが、小林さんのリクエストナンバーですね。これは確かそうです、あのオリンピックのパラリンピックです。パラリンピックの時、はい、閉会式で流れた曲ですね。そうですね、ピチカート5で東京は夜の7時お届けしましょう。ピチカート5の東京は夜の7時お届けしています。今日はサークルオブサークルスポーツファクトリー代表の小林太一さんがゲストです。あーこの曲を聴きますと本当にね2020年の東京オリンピックが間近になってくるんだなということをね、パラリンピックの閉会式とともに思い出しますね。そうですね、まあ後半は、駆け足ですけれども、今年のスポーツ番組でね、紹介してきたので振り返っていきたいなと思います。ねえ、もう本当にリオ五輪のパラリンピックに小林さん行き、徳島に行くわ、ブラジルには行くわ、まあ本当にすごい激動の大移動でしたね。そうですね、あのスポーツトリップ提唱しているからには自分もねあの身をもって、いろんなところに行こうかなと思ってるんですけれども、はい、まず今年静岡では何度もお伝えしている TJAR トランスジャパンアルプスレースがありましたね。11月20日にもねお話しいただきましたよね。はい、はい、あの日本海から大浜海岸まで、走ってくるレースですね。あの望月翔吾さん、静岡市消防局山岳救助隊が4連覇したということです。そうですね、救助隊に、ね、所属する望月翔吾さんが4連覇ということで神ってますからね。神ってますね。山の神ですね。山の神でもありますし、その TJAR では本当にねあのぶっちぎりの優勝4連覇ですから ね、でしたね。もう日本一過酷なレースと言われていますので、はい、この、ね、情報はこのチャッチャサタデーでももう毎回、そうですね、毎年お伝えしております、はいはい、そして海外では今お伝えした通りリオオリンピックパラリンピック、まあ、僕も行ってきたのでそのお話もしました、うん、この曲はねあの素晴らしい閉会式の2020の東京のプレゼンテーションの時に流れた曲なんですけれども、うん、なかなか素晴らしい演出で良かったですね。そうですよね、まあ、本当にあの私たちは映像で見ましたけども現地に行って見た方が目の前にいらっしゃるっていうので躍動感が違うものですよね。やっぱり臨場感はねやっぱり臨場感生で見るのがそのスポーツの醍醐味の一つでもありますね、はい、ワクワクしました、はい、そしてもう一つはテクノロジーの話を今年はよくしましたね。はい、そうでしたね、5月にはドローンレースの話をしました。ドローンがレースになっているという、はい、中東ドバイで今年3月に行われたワールドドローングランプリというレースなんですけれども、賞金総額100万ドル約1億1000万円で、イギリスの15歳の青年が率いるチームが優勝して優勝賞金25万ドル約2700万円をゲットしたというまあドローンは本当にこうね、なんていうのか、あ
れですよね、模型の一つでもありますから、ホビーの街静岡にとっても注目ですし、そうですね、若い頃からね、いろんな形で15歳の少年がイギリスの方がね撮ってるってことは、静岡からもそういう選手が出ます、出場が可能性がありますよね。楽しみです。はい、僕も5月のホビーショーでツインメスで行われたドローンを見て、小型にね、手のひらに乗るような小型のドローンもあったりとかして、もう進化のスピードがすごいなと、はい、いうふうに思いました。まあ、スマートフォンを中心としたテクノロジーの発達もね、これからまた否めないですよね。そうですね、この勢いというか流れは2017年も続いていきますので、番組でも引き続き、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい、ぜひぜひ様々な情報、旅のスポーツと旅の情報を合わせ、いろんなまたね、体験談、経験談、そして提案もお願いします。そうですね、はい、来年もよろしくお願いします。はい、今日のサークルオブサークルはスポーツファクトリー代表の小林太一さんでした。さて、まあ、お疲れ様でした。今年もありがとうございましたという気持ちを込めまして、今日は癒しのお茶をご用意しています。はい、ありがとうございます。この曲を聴きながら召し上がっていただければと思います。